不幸期栽培で栽培される天才不幸期栽培とは農地を耕さないで作物を栽培する作物の栽培方法の一つ。1943年アメリカ人のエドワード・フォークナーは農夫の愚行を表した。その中で慣例的に農業において基本的な行為と長く考えられてきた後期は土壌を破壊するだけで何の益もない行為であり、 有機物を表土に混ぜ込むだけで、肥沃な土壌は維持できると主張した。また、ランド研究所のウェス・ジャクソンは、土を耕すことは、生態学的な最悪であると主張し、後期を基礎とした農業は、持続可能性が証明されていないことを指摘した。こうした研究や、除草剤耐性遺伝子組み換え作物の開発や、有機農法の手法の確立とと,ともに、完全な不幸期栽培や、 保全工程と呼ばれる土壌の表面のうち少なくとも30%を作物の残砂で覆っておく緩やかな手法が北アメリカの農家の間で急速に広まっている。1960年代には北米の高地のほとんどは工期されていたがカナダでは1991年には 33%2001 年には60%の農場が不工期栽培もしくは保全工程を 採用している。アメリカ合衆国では2004年に保全工程が全農地の41%、不幸期栽培が23%で実施されている。しかし、地球全体の農地のうち、不幸期栽培が行われているのは5%ほどに過ぎない。米国でより広く使われるようになってきており、2010年には米国の60%の農地が不幸期栽培になると予想されている。 海外の畑作での不幸期栽培と日本の無農薬稲作、畑作における不幸期栽培を混同されやすいが、仕組みは全く異なる。川口雄一が提唱する自然農は不幸期、不施費、無農薬を基本とする。不幸期と雑草の根を活かすことにより、途中の栄養が保たれ不施費を実現し、過剰な施肥をしないことにより虫の害が軽減され、 液中とのバランスも保たれ、無農薬を実現する。水田と畑作に利用され、全国で勉強会が開催されている。非選択性除草剤とそれに耐性な作物が利用されている。その例を挙げると、現在、北米や南米諸国では、ラウンドアップなどの非選択性除草剤と、 その除草剤体制の遺伝子組み替え作物を利用した不幸期栽培が大規模に導入されている。その結果、それらの諸国において深刻な環境破壊になっている土壌流出が緩和されているため、非選択性除草剤とその除草剤体制作物の利用は環境保全に役立つとともに永続的な農業生産に貢献しているという意見がある。 千葉県の岩沢忍が提唱する不幸期移植栽培である。水田で行われているこの農法は耕さないことがきっかけとなって田んぼの生態環境が蘇り、それらの生物による作用で土壌の肥沃化がもたらされるものである。環境保全の発想で組み立てられたものであり、化学肥料や除草剤、殺虫剤等の農薬を全く使わない生物との 共生環境を利用した循環型の農法である。現在の段階では水田のみ有効な手法である。幸運には雑草の種子を土壌深部に移動させたり、雑草の根形を破壊することにより、除草効果がある。不幸期によりこれらの効果が失われるため、それを補う必要がある。ただし逆の考え方として、幸運するからこそ、 雑草の種子を土壌表面に移動させるということもある。しかし最も困難なことは、そもそも農地を耕さないことに対する農業者の葛藤である。太い主根とそこから分岐する側根が、はっきりと区別できるもの。一般に創始用植物が該当する、同じような太さの根が多数出ており、主根と側根の区別できない。稲か、ヤシか、 ユリカなどの端子用植物が該当する。ありがとうございます。